はい、どうもチョピです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。今から簡単にですね、勉強会をしに行きますので、簡単に向かいます。パラパラっとした雨が降ってはいるんですけど、でも気温が25度ぐらいですごい快適です。OK です。ということで、あ、テーブルすいません、神田に着きました。ちょっと遅刻気味なので急ぎます。はい、じゃあ終わりましたんで今から行きましょう。飲み会の方に、はい、行きましょう。よし、本当ですよ、奇跡の38歳。ラーメンやめましたよ。楽しかったです。食べながら食べながらじゃあ今からもう家に帰ります。まだ8時ですけど、早いですけどね。あ、ただいま。暑いっすね。あ、まずいもうライブ配信の時間になっちゃいましたね。はい、じゃあライブ準備してライブ配信始めたいと思います。はい、どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日は2019年の6月の30日。はい、ということで今週の動画をご覧いただきありがとうございました。また来週、おやすみなさい。はい、ということで終わりました。でまあ、ここまで僕の一日のやったことっていうのをダイジェストでお見せしていったわけなんですけども、この動画を見た人の中で、あ、ショッピンさんってなんかそのコミュニケーション取るのが好きなんですねっていう、人と関わるのが好きなんですねっていうふうに思う人いると思うんです。なんですけど僕、まあ、実はですね、かなり、まあ、それなりにこう人見知りが激しい方でして、あんまりこう人とこうリアルタイムでこうパパパって話し続けるたりとかっていうのはあんまりこう得意ではないんですね。はい、好きかどうかって言われたら、まあ好きな方だとは思うんですけども、初対面の人と話す時っていうのはすごい気を使っていろんなことを考えながら話するので、話し終わった後っていうのはどっと疲れますし、こうメールのやり取りだけであったとしてもなんかすごい疲れるんですよね。そのメールのやり取りだけでも、もちろん嫌いではないです。人とコミュニケーションする、人と会話をするっていうのはすごい楽しいことだと思いますし、で嫌いじゃないんですけども、好きですけど、ただあのなんかすごいいろんなことを考えながらあの話をするので、やっぱどーっと疲れるんですよね。でこれはもちろんタイプがあると思いますので、みんなと楽しくワイワイ過ごすのが好きなんですっていう人もいると思います。ただ他人と会うよりも一人でいる方が幸せだって感じる人もいると思います。自分のやるべきことに取り組みたいっていうふうに思ってると思うんです。なんですけど今こうやってあのなんか情報過多の時代であって、でなんかその人とのつながり、 SNS とかでも何か誰かとしらこう常に人とつながっているわけで、もうあんまり寂しさって感じてるようで感じられないっていう、孤独感を埋めるためのアプリがいっぱいある時代の中で、どうしてもこうつながっちゃうっていうのがあると思うんですね。でそうするとやっぱ他人の時間にこう自分の大切な時間を持ってかれちゃうっていう場合もあると思いますので、本当は一人になりたいんだけども一人になれんてない人はどうすればいいのかっていうのをちょっと僕なりの考えをシェアしていこうと思います。まあ、要するに行き過ぎたコミュニケーションっていうのを手放してって、で本当に自分の必要なことだったりやりたいことだったり集中すべきことに取り組める時間を作るっていうのがものすごい今の時代は大事なんじゃないかなというふうに思ってます。で最近ですね、僕もその6月の時っていうのはもう予定がびっちり埋まっている、まあ、そんな状態だったので、誰かの予定が入っているっていう状態だったので、その自分の時間が取れずにですね、あのなんていうでしょう、もうこの動画撮影している3日前ぐらいにもう寝込んじゃったんですね。でなんかもう何にもしたくなくなっちゃって、もうベッドでひたすらゴロゴロしてたんですけども、そしたらなんか気分が復活したんで、やっぱりその自分一人の時間って大事なんだなっていうふうに感じましたと。
で僕がですねその、まあ、教えてもらったことでありこれからちょっと実践していこうかなっていうふうに思っていることっていうのをここでシェアしていこうと思います。実際にやっていやこれ良かったよっていうのをシェアしようと思ったんですけども、ただ僕もあこれいいなと思って、でそのこの動画を見てる人の中にも自分の一人が欲しいんだけどもどうしていいかわからないっていうふうにその周りに時間を奪われていって自分の大切な時間をにフォーカスできないっていうふうに悩んでる人も多いと思うので、まあ、ぜひこの動画参考にしてくれたらいいなっていうふうに思います。やり方は簡単2ステップなんですけども、その自分の休みの日、人を遮断する、情報を遮断する日っていうのをもうあらかじめ決めちゃうっていうことがすごい大事だそうです。なので今度のなんて今週の土曜日はもう完全に一人の時間にしようとかですね、ここの3連チャンの出勤は結構きつめだからその翌日は必ず自分の一人の時間にしようとかですね、まあ、そういうことをすると自分の時間をちゃんと確保できるっていう、そのあらかじめ先に自分の休みの日を決めちゃうっていうのがすごい大事っていうふうに教えてもらいました。でしかもその休みの日では完全休養ルーティーンって言って、スマホもパソコンもテレビももう情報一切遮断して紙とペンだけ持って誰もいないところに行くっていう、もう誰もいない空間にいるっていう、紙とペンだけ持って行くっていう、まあそこはなんか考えがポンって出てきた時にノートに書き出したりとか、まあそれをするための紙とペンなわけなんですけども、とにかくそのデジタル機器、情報だったり人を遮断して自分のゆっくり過ごす時間を作るっていう、まあこれが完全休養ルーティンですね。これをやるっていう、まあ、この2ステップですね。まあ、もうちょっと繰り返すと、あらかじめあこの日疲れそうだから休もうっていう日をもう設定しておくっていうことですね。であとその休みの日には完全休養ルーティンって言って、全ての情報だったり人を遮断して一人の時間をゆっくり過ごすっていう風にすると、もう完全にそこが充電されて翌日だったり翌月にエネルギッシュにまた、いろんな人とコミュニケーションを取れるようになるということらしいです。なので僕もちょっとこれここ1ヶ月間ちょっとできてなかったなというふうに反省したので、またちょっとこれを再開していこうと思います。でまたもしやってあ良かったなとかですね思ったら、またそれはこの動画でシェアさせてもらいます。はい、なので今回この動画を見ている人の中でその中一人になりたいんだけども、でもちょっとその周りとの関わりだったり情報に押しつぶされそうになってストレスですっていうふうになっている人いると思うので、まあその人に今回参考になってくれたらいいなと思って今回この動画をシェアさせてもらいました。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。まあ、今回はこういう動画をシェアさせてもらいましたけども、その 2,3 年前っていうのは僕はむしろ孤独すぎましたどういうことかっていうと、ここ3日誰とも話してないなっていう経験が多かったです。 2,3 年前っていうのは、でその時っていうのはあのコンビニに行って店員さんになんかお箸入れますかみたいな、あお願いしますっていう、もうそれが会話っていう感じでしたね。なので逆にその最近はもう予定いっぱい入れようみたいな感じで予定入れすぎたのかもしれないです。で自分の時間が逆になくなっちゃってうわーってなっちゃったっていうのもあると思うんです。なのでまあバランスですかね。まあそこら辺のその自分のバランスっていうのもこれからもちょっと見つけていきながらですね、まあこれがベストだなって思ったものはまた皆さんにシェアしていこうと思うので楽しみにしておいてほしいと思います。最後噛んだ。